親淵駅は、新潟県糸魚川市、大和宇多寺平にある、越後時めき、鉄道日本海ヒスラインの駅である。ホーム線路は、西から東に通り、駅舎は南側に設けられている。地上駅で、基本的には、島式ホーム一面二線を有する構造。南側の線路に白方面の列車が、北側の線路に、直越方面の列車が発着する。 島式ホームの大見方の橋がスロープになっていて、そこから遮断機付きの構内踏切が駅舎に伸びている。この他に当駅にはもう一本ホームがあり、この上に駅舎がある。駅舎の一部に方に貨物用の切りかき機ホームがあって、側線が入っていた。場内、出発信号機も備える。駅舎は木造河原武器の建築物。基本的には一階建てであるが、 駅事務室の一部のみ2階建てである。駅舎内部には、待合所と駅事務室があるが、無人駅であるため駅事務室は普段使われず、待合所にある出発窓口も閉鎖されている。待合所の内部には長椅子が設置されているほか、親淵の観光案内が掲示されている。JR 西日本時代は、糸井川地域鉄道部が管理する無人駅で、 一時期自動券売機が設置されていた。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ホーム園系駅は、一ぶり駅の付近から、大見駅の近くまで続く、親淵のほぼ中間に位置し、親淵はこの付近を境に、一ぶり方が、親淵、大見方が、小淵に大部される。駅名は、親淵であるが、歌川の河口に位置し、親淵の瞬間な地形にあって、 若干の平地が明けた歌の集落の近くに所在する。歌の集落へは当駅から東へ100メートルほどの距離であるが、駅前にも県道に沿って建物が点在している。北側は海。線路が海岸線に沿って東西に走り、駅舎は南側を走る県道525号に面して設けられている。 駅から海の方向を望むと海面を見ることができるが、海岸線付近から海沿いにかけて、北陸自動車道と国道8号の高架が並行して走っているため、異様な光景となっている。かつて海岸線に沿って急線が通っていた時は、砂浜と松並木の沿線風景であったが、橋脚を海の中に建設したため海流が変わり砂浜は侵食されて消失した。 直近数年では、侵食速度が、著しく、かつて駅構内から望めた、美しい砂浜や岩肌は消失し非常に寂しい、景観となった。駅から県道西側へ700メートルほど行くと、都並川河口に開けた外派の集落に至る。この付近には、親淵インターチェンジや道の駅親淵、ピアパークのほか、小さな港がある。 親淵に沿って、駅付近から点検を経て一部りまでは、徒歩でおよそ2時間ほどの道のりである。糸井川市、コミュニティバスキララ玉の帰船。ありがとうございます。